はい、おはようございます。こんにちは、小牧アンです。今回も戦国バスラーやっていきます。続きから真田幸村編ですね。あとは変わってないかな。レベル13だし、変わってないですね。行きましょう。ここはね、もう一回行ったことあるんで、いけない、イヌチオ様とはぐれてしまった。わかると思います。ハレンジである、ハレンジである。こらえよ。ここは父さん、そなたは花火でもしよう。よー、合流出阻止しろみたいなやつでしたよね、これ。二人揃うと手がつけられません。かっこ撃破が得策ですぞ。な、なんだって。なんかどういくのこれ。いいね。でもこれ結局さ、阻止してもさ、結局ね、割ってしまったら意味ないよね。アイダ夫婦、今だと合流せず、お急ぎよ。みんなで松の飯を食うぞ。貴様を倒し、松殿の飯を食うのだ。なんかお前いかついな。これどうなんだろう。俺ら先に行ったら、あ、でも結局松にござりまする。お、ね、バットを押さえ松だ。戦場をなんと心得るか。アレンジであるぞ、アレンジであるぞ。武士道とは死ぬことと見つけたり。オッケー。やりうるわ。ちょっと経験近すぎる。レベル何本まであったろうね。これはね、これで撃ちますよ。そう、真田の旦那いい感じしてる。ちぇ、なんてこんな、やるか。いてぇ、援軍だ。さすがは親方様、ゲイ。敵が来た。よいしょ。どれぐらい行かれるかな。よいしょ。あいつの首を取れば俺も大将だ。出せ、親方様。雪村、まだまだ働きそう。めっちゃ吹っ飛ばすからな。もう帰るぜ。この攻撃どこ行くね。席ってさ、あの右側の4040席ってなってるじゃないですか。これが経験値なのか。そうなんですかね。お、年自ら来たよ。
お前だけは許さんぞ許さんぞわが心熱く燃えるあいいダメージ結構入るねこの雪村が叶える お前も全力を出せ守るものがあるならやばいガードどうしてもさR1、L1 L1 を押しちゃうんですね OK ちょっとセーブしようお相手待つよしちゃかったイエーイおジョイ品出ましたねあ、アップこれ、あ、ジョイ品かお、40よしセーブしようマイナス戦に勝利しましたバサラ1ってなんだ信長か宇治政どっちか、うん、じゃあ真田幸村本能寺決戦行いざ参るはいで戦闘順こっちの方が強いんだねあこっちの方が強いですねえいつか装飾品のこのレベルも何もはなんだろう99まであんのかなはい本能寺決戦はーい親方様にあがらせよこの雪村のやり口すごい、ね、ここについえたはいもん我は落ちぬ信長様門が破られました信長様でしょう激化激化オッケー先知る何とかしなきゃマル、気を張らせい我らでは持ちこたえられません存じの命に変えても死死せよ探しよやりおるわでしょいいねこの程度で勇気になるなはい、はいわちょうだいたす是非もありません是非もなし是非もありませんでも雪村いいね強いねこの戦負けるためだよし見印頂戴いたすはい援軍だ本能寺炎上美しい横山あやりようおぉこれ一個一個の攻撃にひるみが入るからなかなかきついっすよね
しいわ。そう。よし。ね。この程度でいい気になるな。さすがだ。またたたたた。面白いな。さあ乱丸。きれい。はい。簡単。乱丸が片付けるよ。乱丸とか使えるの？信長様、ここで踏ん張る。やつは魔王の子、あの子はなりません。そう。我が心、我が心。この奥さん負けるじゃねえか。そう。信長様、乱魔君、大丈夫、落ち着いて。おい。さすがです。へえ。おめえ、何をしようか。制圧。何をしておるか。よし。ラマルク。ラマルク。マルはどうした。マルはどうした。来ねえよ。いや、この戦負けるんじゃねえのか。はいはいはい。我が暴力、わしは悪い。やるやん。わしが見ておるぞ、吉村。頂戴つかまつる。もうこんなところまで敵が。進むつもりなら、はい、この私を倒します。愚かな人たちに登場。全員を選ぶ。ゴー姫って HP 低いの。目印頂戴いたす。頂戴いたす。そなたの好きにはやらせる。取れる。ひでよくやりがきついな。よーし、最終問突破。結構横やりが。上総介さん、上総介様。愚かな女よ、哀れとは思わない。哀れとは思わない。ヤッフー。小ざかしい、小ざかしい。しきゅう、愚かなり。それ誰の上に足乗せる。あれは織田の運なず。まさか空気ですか。真田の旦那、いい感じしてる。我が心、熱く燃えるな。そういうなど、いいね、入る入る入る。ケイ、強かったね、雪村。お疲れした。お疲れした。お役立様。はい。おお、なんかいっぱい出た。何これ。玉手箱がプラス5個。レベル7ですね。
はい。織田信長撃破しました。ほい。あ、でも結局氏松と戦わないといけないのか。存分に働く所存。はい、包囲戦。ちょっと待ってくださいね。おお、こっちの方が攻撃力高いですね。370。移動スピード、おお。何、3セット効力発揮って、まだ上の上位互換みたいなのがあるのか。3つセットで効力発揮ってどういうことか。一回つけてみるか。できまーす。さあ、宇治政ですね。北条家。はい。小田原包囲戦。政宗でも行きましたね。ご先祖様、この者どもの阿鼻教官を移動速度上がってんのかな。上辺野郎と引きずり出すまで。移動速度ってのはどういうことだ。移動速度上がってんのか分かんない。まあ分からんけど多分上がってるんじゃないかな。多分できる。ただこれ以上は進ませる。なんか浸透してる。はい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 。いいね。お先にごめん。お先にごめん。マジで。やりおるわ。うわぁ、きついなぁ。買わないんだよな。なんてこった。おお、気持ちいい。よいしょ。めっちゃ飛ぶね。よし。おっぱいにするものか。やるようじゃな。絶好花火。北条家のために死んでくれーってどういうことやねん。さあ、見しるし頂戴いたす。いいね。まだまだじゃ。北条家に栄光あれ。敵かて、なんかそんな気がする。はい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 。はい、逆行って行って。おお。なんて強さだ。味方があんなに。そう。わしが見ておるぞ、雪村。はい。巨大も。
敵軍恐れるに足らず。はい、巨大じゃ。敵軍が巨大門に到着。到着しました。はい、工作兵ね。これはもう一回やりましたね。はーい、任務は聞いております。門を爆破しに参りましょう。お願いします。援軍じゃね。巨大門をあなたに落とせるわけがない。行って行って。もらったら爆破いたしましょう。それが巨大の工場的に暴露じゃ。どうじゃ、お主が破れまい。なんの、まだまだ。真田の旦那いい感してる。よし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 。主君のために死ぬ覚悟はできておる。オッケー、危ねえ。危ねえ危ねえ。とりあえず劣化で。ふぅ、恐ろしいや。よし行こう。もうスローモーションだからな、工作兵の動きが。見てください、この遅さ。こうなったらやるしかねえ。そう。のっそ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 と。はい、爆破成功。我々には巨大門があります。いやもう巨大門が破壊された。はい、破壊されたよ。行って、爆破された。やりよがわ。やりましたよ。知らない気はどうのするよ。ちょうだいたす。ちょっと気になるところあってさ、こっちとかなんかあんのかな。こっちこっち。こっちは特に何もないのかな。なんか、うわ、そういうことか。いて、そういうことか。めっちゃいるんだけど。これが続くのか。ああ。ここ通るの絶対ド M やろ。絶対ド M やわ。こっちになんかあるのか。
どうなんだろう、なんかあんのかな。特に何もない感じ。あー、なるほど。なんだろう、玉手箱とかがあるね。そういうことか。なるほど。でもここ通るのめんどくさいな。うん、結構倒さんといけんしな。まあとりあえずね、戻りましょう。天下統一、日本一、ナイス。ふう、あ、
お、はい。親方様、泣いてやがる。あ、やばい。ライダーキック。お。親方様。すごい。強なったな、雪村。強いのは親方様にございます。天下を、ついに天下を取りに。星よりの出番は終わったのかもしれん。え？マジですか？はい。ザビーが使えるようになっただと？ここでザビーか。今日はちょっと長くなったな。はい。ということでね、長くなりましたがですね、雪村編終わりましたので、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。